おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。開幕まで約1週間。いよいよプロ野球の開幕が近づいてきました。ワクワク。私ワクワク娘です。気づいたらもう秒読みだもんな。早いもんだぜ。じゃああと何秒？はい。開幕まで秒読みなのだろう？あと何秒だ。何そのキャラ嫌い。なんだと？己の発言にすら責任を持てない、このハッタリ娘が、偉そうな口利きおって。ワクワク娘の何が悪いか。こっちのキャラじゃねえよ。本当は今回さ。こいつが来てたからな。ワクワク娘プレゼンツ、2022プロ野球決定版、ドキドキの順位予想をしようと思ったのだが。そこはワクワクしろや。やればいいじゃんか。ほら見てよ。一応こんな感じで録画はしたのですが、あれこれ考えながらさ、セリーグも予想しました。で最終的な順位予想が、こうなりましたと。まあ自分なりに順位予想したならそれを発表すればいいじゃないか。それでいいのかな。こんなの予想して遊びましょうって気楽なもんだ。そんなに気を使ってやることじゃないぜ。それはそうか。では発表します。こんな風に予想しましたが、これが今はこう。ブレブレじゃねえか。ブレブレですよ。私ブレブレ娘です。でも巨人が首位ってのは揺るぎないんだな。当たり前だろが、ここまでオープン戦の結果はいまいちだが、オープン戦はオープン戦よ。開幕したら圧倒的首位に君臨することだろう。多分他のチームと200ゲーム差くらいつけるんじゃないかな。巨人が好きすぎてルールぶっ飛んでやがる。パリーグの首位ともかなりのゲーム差つけると思うよ。それ交流戦のことだよね。だが巨人以外は本当に拮抗してるからな。なので今年に限っては順位がわからん。まるで今年だけ難しいみたいに聞こえるな。去年まではかなりの確率で順位を当ててきてるからな。今なんて？私ブレブレ娘です。全チーム一生懸命戦っているんだ。そもそも順位を決めること自体が間違ってると思うんだよね。お前プロ野球好きって二度と言うな。みんなもっともっと特別なオンリーワンだ。巨人はただただナンバーワンだ。なんつって。どうも、なんつって娘です。はぁ、また話が逸れてしまった。とにかく、今年は順位予想が難しいのだ。多分開幕までにまた変えるしな。だから今回やっていくのは、前回に話せなかった、私的今年の注目選手、それのセリーグバージョンだ。おい霊夢。なんじゃい。眠れるデータベースと呼ばれるこの私の注目選手発表を妨げるつもりか。データベースは寝るなよ。もういい時間だ。プロスピやるぞ。ちょっと待ってくれー。やるやると言っといて2回連続でやらないとは、やるやる娘になってしまう。それを言うならやるやる詐欺だ。ちょっとだけ、すぐ終わらせるから、これじゃハッタリ娘の烙印を押されてしまう。てめえこの野郎。はい、サクサクっとやっていきましょうね。セリーグも去年の順位で発表していきます。それではまず最初の注目選手。去年優勝の巨人から。どうもー、なんつって娘でハッタリ娘だろが。それじゃあプロスピやってくぞ。グランドオープンまで1週間ってことで、ある意味盛り上がってますね。グランドオープンの期待感とともに、今年はイチロー選手の存在がでかいぜ。能力も発表されてましたね。あれ？画像出さないの？関係ねえから。いや関係ないって。より売り関係者じゃないですよね。時代に乗ってこうぜ。イチローとは別に私は私で狙うべき選手がいる。時代を先取りよ。グランドオープンでどこのポジションが来るかはまだわからないだろ。そんな考えじゃ先取りはできない。おーい、あれ貼っといてー。全力で狙っていくぞ。何ヶ月前の画像だよ。というわけでね、今回はこちら。3000万ダウンロード記念、10連福袋、括弧選択契約書付き、最大で50連回してくぞ。全力でだ。まあ別にいいんですけどね。しかし3000万ダウンロードってすごいよな。まさしく超人気アプリ。国民的アプリだぜ。3000万ってすごすぎてこれ嘘なんじゃねえかって思うんだけど。なんてこと言いやがる。今から楽しみですね。1億ダウンロード記念福袋が。なんか引っかかる言い方だな。こちら最大で50連回すと言いましたが、それはハヤトが出た瞬間に強制終了ということだ。まあ細かいこと言うと、40連目で出たら50連まで回すかもしれん。いくらグランドオープン目前とはいえ、あと10連で選択契約書もらえるしな。さらに最初はこいつを回す。S ランク確定のプレゼントスカウト。もちろんここでハヤトが出てもその時点で強制終了だ。そんな簡単に出てたらここまで苦労してないぜ。ちょっと練習しとくぞ。何を？はい、S ランクが出た。誰かな誰かな。ハヤトだー。ご視聴、ありがとうございました。完璧よ。任せとけ。なのでね、今回の動画は一瞬で終わるかもしれません。まあ動画の残り時間を見る限りそうではないと。長い戦いになりそうだぜ。早速やっていきましょう。
ありがたくいただきます。まずは自チームに所持選手確定ださんと。あ、ご遠礼。こっちの演出も久しぶりですからね。ということは、はい、ダブルご遠礼。絶好調。あれ、これ2枚引きあるか？当たれー。ですよね。でも2枚引きには期待だな。B ばっかじゃねえか。やっぱありましたー。大山選手だ。巨人は引けず。ここ最近の阪神の引きが異常な件について、まあそんな時もあるぜ。なんと、A ランクでした。でも無料でこれはいいですよね。それではラスト。ご視聴。動画終われず。まあそんな簡単ではないわな。今回のメインである選択契約書付きスカウト回していきますが、ちょっともろもろと忘れ物に気づきました。まずはこちら。2021シリーズ最後となるでしょう。ご褒美タイム。行ってみよう。結局最後までやり通したな。484エナジー。来シーズンもよろしくお願いします。さらにこちらも忘れてた。OB 第6弾 S ランク契約書。それは忘れるなよ。ここで狙っていくのはもちろん、篠塚さんなのですが、前回に話した通り原突コーチがないのでね。まあどっちでもいいです。狙いや全力で。こんくらいの気持ちで引いた方が出たりするもんだから。いやー、出たら出たで困るなー。ここはスキップで行きますよ。出たら出たで困るからな。気楽にレッツラドン。出なかったら出なかったで悲しいもんだな。なんだこいつ。ロペスが出るんだったらホセが欲しかった。ではここからが本番だ。全力でハヤトを取りに行く。グランドオープンまで1週間。あと1週間で最大スピリッツが4000になる状況で、なぜそこまでスピリッツ3800のハヤトにこだわるのか。答えは簡単。ハヤトだからだ。よくわかりません。10連目から S ランク確定してますから、今回の動画はここでお別れになるかもしれません。動画の残り時間を見ると、まだお別れではないようです。さあ回していきましょう。2021シリーズ最後のガチャになりますから、大切な節目であることは間違いない。上司くん、ご遠礼。一年の思い出と感謝と共に回していきましょうね。結局最後までハヤトをよこさなかったな、昆虫賞が。感謝のターンはもう終わったのかな。ボールをよく見てもうこいつも引退だな。いや演出変わるかもだけれども。A ランクはいらん。S ランクよこしな。感謝。さあ次が S ランク確定。世話になったな2021。ご視聴。これじゃ終われないな。龍馬が出るんだったら坂本が欲しかった。まだまだ10連目ですから。しかも最悪の結果でも隼人は手に入る。これは勝ち戦なんだよ。でもさ、犠牲は少ないに越したことはない。動画の残り時間は？まだありますね。私のエナジーが。ならばせめて巨人の未所持選手。特に中継ぎなら喜んでやるぞ。なぜそんなに上から物が言えるのか。中川投手、寺、畑ならチーム強化だ。そこら辺を集めつつ最終的に隼人を、ノーボインレイ。皆様お待ちかねの初ノーボインレイ。ダメじゃん。当たれー。こいつ20連目はもう諦めてますね。勝負は次の30連目だ。お次は自チーム S 確定の激アツポイント。おっとー。 A ランクじゃダメよね。30連で隼人引いても強制終了しますから、勇気ある撤退、最小限の犠牲で勝ち逃げよ。はい、20連目は見どころなし。いいなマリサ、気を抜くでないぞ。はっきり言ってこの次は隼人が出る可能性ありありだ。引いた瞬間に。ご視聴、ありがとうございました。いいねー。反応できてるねー。バッチリだぜ。ところで動画の残り時間は？まだありますね。OK、リラックスしてて。欲しいものを手に入れるには犠牲はつきものと。でも自チーム S 確定ってのは事実だ。たとえ隼人が出なくてもチーム強化はしていくぞ。さっき言った中継ぎトリオを出してみせましょう。とにかく未所持選手確定演出だ。グランドオープンで演出自体変わるかもだし。出ないか。今のうちに見納めしておきたいのだが。
一応前回の演出変更は2年だったからな。多少追加演出は入ったけど、この演出も丸2年だ。それもグランドオープンの一つの楽しみだな。ゴスレー、当てに行けよ。超かぶった気がする。早く移籍先が決まるといいな。もし決まらなかったら巨人に。決まるから大丈夫だよ。二枚引きはナッシング。さあ数少ない勝負どころ。誰に何と言われようと早田を求めて750エナジー目。ここで引けなきゃ天井まで全突破確定だ。だが動画の残り時間はまだあります。ご視聴ダメだこや。いやまあ覚悟してたことだろ。この時点で50連目まで回すのは確定。グランドオープン直前に無課金が1250エナジー消費するとは。まあいいか。2500エナジーは残るしな。一郎関係ないし。では2021シリーズ最後の最後のガチャ20連。心を込めて引いていきましょう。絶対に負の感情込めてそう。ノーボインレイだ。ほらね。どうせ当たらないよな。でしょうね。まあここも。でしょうね。最後そんなんでいいのか。なんか言えよ。え？あーはいはい。神引きしてやるぜー。月が、出てるぞー。白文字から、白文字だー。長押しを白だってー。色が変わったー。緑の先はー？緑だー。足元アップからのー？剛速球が投げ込まれたー。当然のような空振り。キャッチャー踏ん張れずに空の彼方へ。星が綺麗ですね。2021シリーズ終了だ。お疲れ。いいな、ハヤトが出た瞬間に強制終了だぞ。いやそう言われましても。ご視聴ありがとうございました。